じっくりいきます。俺の作りに時飛ばし。こんにちは、 JO1 の川尻蓮です。今日はメンバーカラーのブルーにちなんでブルーベリージャムを作りたいと思います。それでは早速作っていきます。いや、キッチンにやってきました。じゃあ早速作っていきたいと思います。でまずはこのブルーベリーから。はい、はいはいはい。次はお砂糖です。これは大体70ぐらい、結構いきます。イエス。そしてレモン汁大さじ1で、もうあとは火にかけるだけです。なんて簡単なんでしょう。最初は弱火でじっくりいきます。でもなんかもう紫、こんな感じ。でもなんか青っていう青にはなんかならなそうな気がする。これはどんぐらい煮ればいいんだろう。でもジャムやけん、こいつらの原型がなくなるんだけど。はい、ジャムが完成しました。イエイ。じゃあ早速この瓶に詰めていきたいと思います。結構いい出来ではないでしょうか。うおー、すごい。なんかあれみたいな、海苔の佃煮。オッケー、ジャム完成でーす。じゃあこれを今から食べていきたいと思います。じゃあジャムが完成したので食べていきたいと思います。結構ジャムです。でもまあ一応メンバーカラーがブルーなんですよ。ブルーです。これは誰がどう見てもブルーです。これは自分で作ったブルーベリージャム食べまーす。I can't remember what it's like. 美味しい。めっちゃ美味しい。すごい。絶妙にブルーベリーのこの感じもありつつ、ちゃんとジャムになってて素晴らしい出来だと思います。めっちゃ簡単に作れるので、この今お家にいる時間を使ってみんなもぜひ作ってくれたら。一緒に食べましょう。ありがとうございます。